では再開していきます。ポケモンレンジャー光の軌跡実況プレイやっていきたいと思います。ワホイブです。前回ですね、ここかな。ブッチーたちはパープルアイを追ってライオン山を目指した。パープルアイを倒したもののサンダーは目覚めてしまう。謎の男を追ってたどり着いたオブリビア遺跡でアクアリゾートであった、で、出会った老人ドレスの姿を見かける。そう、ドレスさんがなぜか鎧人に捕まってたんですよね。捕まってるっていうか、一緒に中行っちゃったって感じ。ということで追いかけていきましょう。ドレスさん。あー、レンジャーさん、私の祈りが通じたのね。お願いよ、私を助けてちょうだい。なんか、いきなりなんてことを。困った人だ。なんか、あれだね、怪しいね。おーい、おい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 、いきなり来るね。樹海員たち。いやー、まあ、電気タイプはあんまり効かないと思うんだけど。あ、いいぞいいぞいいぞ、ナイス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 。ピッチュ、ピッチュ。ドダイトスを先にキャプチャしちゃいたいところ。オッケー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 。オッケー、ドダイトス先にキャプチャして、樹海員が暴れすぎてんの、こいつ。オッケー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 。いいぞ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 。オッケー。よーし。ほら、帰れ。あれ、ドレスさんいなくね？ドレスさんどこに行ったんだろう？奥に行ったんだ。ピッチュピッチュ。どうしたの？ピッチュ。ねえ、聞こえる？この向こうからドレスさんの悲鳴が。悲鳴が聞こえる。あ、ちょっと待ってね。鋼タイプの銅太くんめっちゃ優秀だから。キャプチャーした。よし、戻ろう。行くぞ。ドレスさんの悲鳴が聞こえたらしいが。え、この先に道なんてあったっけ？前に来た時あの入り口なかったよね。あの奥から笑い声が聞こえてくる。怪しい。は？皆さん、こんなところで何やってるんですか？見ての通りティーパーティーさ。だけど、いつものとは違うのよ。今日は特別な特別なティーパーティー。ドレスさん、鎧人に乱暴にされて怪我はなかったんですか？さっきは助けてくれてありがとう。おかげさまでドレスの裾が少し汚れただけで済んだわ。そんなことよりレンジャーさん、美味しい紅茶はいかがです？そんなところじゃないですよ。ここにいたら危ないんです。もしかして鎧人のことか？だったら心配ない。今日は俺たちがボーイさんとして雇ったからな。どういうこと？もうめんどくさい。このままじゃ危険だから無理やりにでも外に避難させちゃおう。え？何よ、あんたたち。随分騒がしいが何かありましたかな？え？エドワードさん。おや、レンジャーのお二人、誰かがゲストとしてお招きしたんですか？いや、そうではなくてですね、私たちは危険なミッションの最中なんです。相変わらず忙しいんだな。お仕事が忙しいからこそ、息抜きが必要なのよ。マジックさんもそう思いますでしょ？ドレスさんの言う通りですな。美味しい紅茶だけではなく、今日は特別に素晴らしいイリュージョンをご用意しています。我々だけではなく、ゲストがいることでより一層盛り上がることでしょう。ですよね、アックスさん。そうだな。その、なんかおかしくない？アックスさん？どうもしないが、俺は芝居が苦手だ。なあ、エドよ、もういいんじゃねえか？芝居？どういうこと？え？アックスは相変わらず不器用だな。わかったよ。ショータイムが始まるまでの暇つぶちしにと思ったが、この後に及んでくだらない芝居は確かにいらなかったな。エドワードさん？レンジャーのお二人、あなた方がうろちょろしてくれたおかげで、最後の最後は年がいもなく、私が重い腰を上げなければならなかった。気づいていたかどうか、サンダーを目覚めさせたのはこの私だ。ここに来て？この4人が黒幕だったの？パープライオンを怯えさせたさっきのボスはあなただったの？種を明かせばそういうことなんですよ。我々はその名もティーパーティー。金の力でポケモンナッパーズを動かし、大いなる夢の実現を目指す素晴らしき仲間たち。お前らレンジャーの登場とパープライの裏切りだけは予想外だった。だけどそれさえもこれから始まるショータイムを盛り上げる余興に過ぎないのよ。え？
裏切り者のパープルアイがイミジクも口にした言葉を覚えているかな。この世界の全てがほとんど私のものになりかけている。これはまさにこの私のセリフなんで。何を、一体何者なの。私はドレス。素顔を知る者は本人しかいないと言われた変装の名人だ。私はマジック。現役時代誰にも仕掛けを見破られなかったため、奇跡のマジシャンと呼ばれていたもの。俺はアックスだ。昔は壊しアックスと呼ばれ恐れられたレスラーだ。今でもトレーニングは欠かしてないぜ。でも落としがあれなんでしょ？お、エドワード。そしてこの私はご存知の通りエドワード・エリックだ。医者というのは仮の姿、あいつに盗めないものはないと恐れられた怪盗エドとはこの私のことだ。怪盗？そんな4人がティーパーティーと名乗って仕事を始めたのがもう40年以上も昔のこと。世界中の宝という宝を盗んだ。自分でも惚れ惚れするほど最高のチームだったよ。ティーパーティー。私が練り上げた計画とドレスの変装、マジックの手際の良さとアックスの怪力。私たち4人に盗めないものはなかった。しかしそんな最高のチームを年には勝てなかったな。まあみんな60歳だもんね。もうティーパーティーは解散し、この私はこのオブリビアで静かに暮らしてる。だが私は生まれついての悪党だ。優雅でのんびりとした退屈な暮らしに耐えられるはずもなかった。スリルも興奮もない、あるのはくだらない時間だけ。平和と退屈と何より年老いた自分に我慢ならなかった。そんな時だ。黄金の鎧兜を見つけた不老不死の支配者の伝説を聞いたの。かつての私はかつてのメンバーを呼び寄せ、オブリビアの各地で情報を集めさせた。そしてついに見つけたのだ。古の支配者がオブリビアに残した素晴らしき遺産の数々。最初にこの遺跡から大量に見つかったのは、鎧人と呼ばれる大昔の戦士の不思議な鎧兜と操りの固定。その鎧兜のパーツをご覧のように俺たちはそれぞれ身につけている。恐れるものは何もない。何しろ不老不死、つまり老いることは愚か、死ぬことさえないのだからな。しかし黄金の鎧兜を身につけただけでは完全とは言えない。古の支配者オブリビアどころか、全世界がひれ伏す恐ろしいものを手に入れた。その底知れぬパワーが間もなく蘇る頃だ。え？まさかこの4人があれだったんだ。目障りなレンジャーどもよ、ここまでたどり着いて勇気と知恵に免じて命だけは助けてやろう。紅茶でも飲みながらそこで見物していなさい。永遠の支配者となるティーパーティーの復活を。なんか肩パッとついてるね、この服。右手と左手にそれぞれコテをつけてるんだ。どこに行くの？このままジャムズは危ない。荷物脱出しよう。うわー、とんでもない展開になってしまった。でもサンダー、ファイヤー、フリーザーで復活するのって誰？湖を見て。ブラードンとか海洋画な気がするけど。湖から復活するのは？え？何それ？なーにそれ。どういうこと？巨大な要塞のようなものが空に浮かんでいる。ポケモンじゃないのか、復活するのは。まさにイリュージョン、実に素晴らしい。不思議だわ、あの頃みたいに力がみなぎってくる。古の支配者を支配者たらしめていたのがこの空中要塞というわけか。驚くのはまだ早いぞ。今から試してみたいことがある。あのパープルアイが一つだけいい働きをしてくれた。空中要塞に関する重要な技術を遺跡の壁の古い文字から読み解いてくれたのだ。まあ見ていろ。ドロップ島。
え、嘘でしょ？おい、ドロップ島にはピチューの仲間たちがいっぱいいるんだぞ。え、ピチュー！嘘、ドロップ島が消えちゃった。オブリビアの人々よ、私はオブリビアの新たな支配者である。今すぐ表に出て空を見上げるがよい。この声はエドワード。いや、怪盗エド。どうしても大事なところの文字の並びがわからない。ママ、空の方から誰かの声が聞こえるよ。ちょっと静かにしてて。今、壁画の文字の解読に集中してるんだから。ママ。あ、みんな、よかった。みんな助けてくれた。オブリビアの人々よ。あなた方は今、信じられない光景を目にしてるはずだ。これは夢ではなく現実なのだ。かつてこのオブリビアの地に不老不死の支配者がいた。その伝説の主が我々に残してくれたもの、それは不老不死となる黄金の鎧兜と、この空中要塞だ。永遠の命と桁外れの攻撃力を手に入れた我々、ティーパーティーにおとなしく服従せよ。さもなくばたった今見せた裁きの光が、オブリビアの島々を一つ一つ消し去ることだろう。大事な部分がやっとわかったわ。邪悪な力に惑わされし、三匹の空の王たち。彼らを解放するために、オブリビアの勇者は、虹の聖杯を虹の祭壇で掲げ持つ。やがて現れし、虹の輝きが、炎、氷、雷を邪悪な支配者から解き放った。空から聞こえる、怖い声が聞こえないほど集中してたの？大変なことになってるんだってば、表に出てみてよ。虹の聖杯を掲げたら虹の、虹か。空にあんなものが。なんてこと、邪悪な支配者によるとてつもない災いとはあれのこと？ピッチュー。ピッチューのふるさとを許さない。あいつら絶対に許さない。あいつらは止められない私たちしかいない。こうなったら空中要塞に突入よ。ラストミッションなのかな？でも近寄れるもんなの？ラティオスで頑張るしかないのかな？若い頃の俺たちが手に入れられなかったお宝。これは、世界そのもの。最高のお宝が間もなく私たちのものになる。ねえ、エド。あの目障りなレンジャーがこっちに向かってるそうよ。若いのに命を粗末にする奴らだな。この空中要塞の守りを完璧にする例の方法を使う時が来たよ。例の方法。黄金の鎧兜を身につけた支配者は3匹の空の王たちをも思いのままに操ったという。早速試してみよう。え？ってことはファイヤー、サンダー、フリーザーがまとめてかかってくるってこと？取り返しがつかないことになる場合何とかしなきゃ。あ、サンダーだ。危ない。うち避けて。うわー、なんか闇のバリアが張られた。3匹、ファイヤーたち3匹が空中要塞にバリア。なんとかしてバリアを破る方法はないかな。ムクホーク、まさか。ダメよ、無茶しないでよ。ダメダメダメ。ラッティー、ラティアスも？ムクホークもラティアスもオブリビアを守ろうとしてるのね。あのバリアがどれほどのものか覚悟を決めて一か八か体当たりを。さすがにきつくね。ラティオスならまだしも。危険です、危険です。バリアの防御力は桁外れです。直ちに回避行動を取ってください。ムクホークもラティアスももう限界見た。一旦ここを離れた方が良さそう。うわー。急展開すぎるよ。これじゃあ空中要塞に突入できない。悔しいけど、タルカさんの家では方法を考えよう。レイラさんの解読も進んでるかもしれない。うわー、なんかすごいことになってる。大丈夫なのかい？ありがとう、ラティオス。テープだけ先さ、あ、スタイラーの充電しとこう。あー、こっからどうするんだろう。まさかね、ナッパーズたちが黒幕じゃなかったっていう。
サンダーに対して有効なのはカバルドン。ねえ、どうしよう、あいつら。うちくん。大変なことになったな。何をのんきな。パネマ怖い。サルガさんにこれまでのことを報告します。雷雲山でサンダーは目覚めてしまいました。そのサンダーを目覚めさせたのはパープルアイではなく、実は、エドワード先生でしたと。私もさっき空からの声を聞いたが、未だに信じられない。あのエドワードさんが今回の事件のボスだったなんて。黄金の鎧兜と空中要塞、それらの存在を知ったことで、エドワードさん。いや、怪盗エドは今回の計画を思いついた。そして遺跡の古代文字を解読するために考古学をかじったことのあるパープルアイを招き入れた。黄金の鎧兜や空中要塞のことはパープルアイがかろうじて解読に成功した。ただ彼にはサンダーの眠る場所だけがどうしてもわからなかった。それをレイラが教えたのだ。パープルアイが遅かれ早かれいずれサンダーの居場所を突き止めたはず。まあだからレイラのせいではないよね。むしろ君がこのチームに入れてくれることがこのオブリビアにとって最高に運のいいことなんだ。そうだね。ある意味。君の知識がオブリビアを救う鍵になる。ところでブッチ君、空中要塞のバリアとはどのようなものなんだ？まさに闇だよ。あのラティオスでさえ突破できない完璧なバリアなんです。そのことなんだけど見てほしいものがある。2階の書斎に来てくれないかしら。さっき解読してたよね。バリアを破るヒント？あの空中要塞を目覚めさせた3匹のパワーによって機能を復活させた。要塞を守る強力なバリアも3匹のパワーが作り出したもの。ファイヤーたち悪いポケモンってこと？そうじゃない。彼らは悪い人たちに利用されてるだけ。3枚目の壁画なんだけど虹がかかっているでしょ？虹の根元をよく見て。見たことあるね。虹祭りの時の聖杯。そして古代文字でこう書かれている。邪悪な力に惑わされし、三匹の空の王たち。彼らを解放するために、オブリビアの勇者は、虹の聖杯を虹の祭壇で掲げ持った。虹祭りと一緒。そうなの。続きを読むわね。彼らを解放するために、オブリビアの勇者は、虹の聖杯を虹の祭壇で掲げ持った。すると、彼方から現れし、虹の輝きが、炎を凍り、雷を邪悪な支配者から解き放った。3匹の空の王たちは、まあ、ファイヤーサンダーフリーザーだよね。炎、氷、雷という言葉も一致する。虹祭りって今のお話が元になってるの？虹の祭壇で虹の聖杯を掲げるという儀式だけが残っていて、そもそもの意味を知る者はもういないのかもしれない。バリアを生み出しているあの3匹を解き放つ方法が、その壁画に残されていたということか。レイラさん、さすがです。壁画に書いてあることを試してみます。行ってみよう。虹の聖杯を借りにブッカさんの家に行こう。要塞のバリアを消せ。いや、なんか怒涛の展開だわ。まさかね、ティーパーティーってあの4人組がまさかの黒幕だったとは。エドワードもう本当に最初からいたからね。アックスさんも最初からいたからさ、びっくりだよ。みんなさ、なんだろう、馴染んでたじゃん。エドワードもそうだし、マジックだってさ、隣の島でね、マジシャンとしてなんか子供たちにも好かれてたしさ、みんないい人そうなのを装ってたんだ。これはそれですごいわ。マジでさ、虹の聖杯。でも虹、と、山頂でしょ？なんか、ファイヤーサンダーフリーザー、山頂で、虹って言葉が出てくると、やっぱり出てくる伝説のポケモンはあいつなんじゃないかな。ねえ、ブッチ、屋根の上を見て。ポピッチュ！お前ら元気してたか？ピッチュ？ピッチュー。彼らはドロップ島のピッチューたちだとしたらどうして助かったんだろう。ブッカさんに聞いてみよう。みんなブッカさんたちが助けてくれてたんだよね。いっぱいいる。ドロップ島のことは知っとるな。長い間生きとるがこんな忌まわしい出来事は初めてじゃ。このうちの屋根を見ましたよね。ドロップ島のピーチューたち、親方がコツコツと作っていた小舟のおかげで無事だったんです。泳いだり飛んだりできない他のポケモンたちもみんな無事だったんです。あ、そっか。ドロップ島にコツコツ小舟を置いてたもんね。本当によかった。津波や高潮がドロップ島を襲った時、ポケモンが避難できるよう小舟を茂みの中に隠しておいたんじゃ。まさかあんな災いが起こるとは思わなかったかな。ところでお前さんたちがここに来たのは、わしの知恵と勇気が必要になったから。
そうではない。うん。虹の聖杯。そうだね。一中。虹の聖杯でお茶など飲んでる場合じゃないぞ。そうじゃない。オブリビアを守るためにあれが必要なんです。よくわからんが、そういうことなの。立てかけておるじゃん。これ持っていきなさい。これが何の役に立つかわしにはわからんが。虹祭りで使った虹の聖杯を手に入れた。お借りします。急いでこれを村の祭壇に。ん？あんなに慌てて飛び出していって虹の聖杯を落としたり割ったりして慌てて接着剤で。そんな心配は無用じゃ。虹祭りで使う虹の聖杯はレプリカ。つまり偽物なんじゃ。え、そうなの？もし割れてもまた紙粘土で作ればいい。え、本物は他の場所に大事に保管されておる。おい、本物をよこせ。村にある虹の祭壇に急がなくていいのか、そこで何をするのかわしにはわからんが。え、本物どこ？本物が必要なんです。こういうことじゃったか。ならばあのレプリカは役に立ちそうもないぞ。こんな時に必要なのは本物に決まっとる。わしがすぐに気づくべきじゃった。そりゃそうだ。こりゃ大変じゃ。わしらも村の祭壇に急ぎ急ぎじゃ。南がかわいそうなことになっちゃってるよ。掲げとる。南何も起きねえぞって。何も起こらない。当たり前じゃ、ワテモンが。その虹の聖杯は紙粘土で作った虹祭り用のレプリカじゃ。道理で軽いと思いました。本物はどこにあるんですか？ヤスリ洞窟じゃ。虹祭りの時に勇者の試練があったじゃろ。あれも割と最近作られたものでな。あの部屋の奥には本物の勇者の試練が待っておるんじゃ。本物の虹の聖杯はそこにあると言われておる。村人の誰もそこに近づけないことからレプリカを作って儀式に使ってたんじゃよ。さらに悪いことにその虹の祭壇もわしが作った偽物じゃ。本物の虹の祭壇がどこにあるかは知る者がおらん。まあ確かに木製だしな。しかしお前さんたちなら必ずや本物の虹の祭壇を見つけ出すことができるじゃろ。祭りの時の勇者ごっこじゃったんだが、今回ごっこじゃない。オブリビア守ろうと必死のお前さんたちはもうほとんど勇者と変わらんはずじゃ。本物の勇者の試練の部屋には鍵がかかっておる。その鍵はわしが持っておる。つまりわしと一緒にヤスリ洞窟に出発じゃ。え、じいさんいいよ、鍵だけよこせよ。え、っていうかさ、本物の虹の祭壇ってここじゃない？ここじゃない？ここじゃない？テレビでさ、解き渡りした時にここにいなかったっけ？とりあえずじゃあヤスリ洞窟に出発じゃ。よし、たどり着いたぞ。ここの奥に勇者の試練があって、この奥か。あ、マークがある。でも羽がない。この扉を開くのは何十年ぶりか。お、虹のマークが出た。かつて何人もの村人がチャレンジしたのじゃが、虹の聖杯を見つける前にみんなヘロヘロになって逃げ帰ってきたもんじゃ。それで仕方なくレプリカを手前の部屋に置くようになったんじゃ。くれぐれも気をつけるようにな。試練の恐ろしさから目を背けてはダメじゃ。慌てず慌てず冷静にじゃよ。慌てず慌てずなんて、ブッカーさんらしくない言葉だよね。今のアドバイス忘れないようにしようね。なんか重要なのかな。ということで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。次回試練に挑んでいきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回のパートでお会いしましょう。よければチャンネル登録、高評価もお願いします。バイバイ。